皆さんこんにちは、伊月史郎です。はい、今回もドラゴンクエストヒーローズ2やっていきたいと思います。よし、さあドラクエどんどんやっていきましょう。あとは今日私帰りにスーパーでよくね食パンを朝食べるんだけど、あれジャムがなくなっててね、ジャムがなくなってたからあれ買ってきましたよ。ブルーベリージャムと、あんまりね、買ったことないんだけど、あのオレンジのマーマレードをね、2種類買ってまいりました。我が家の冷蔵庫がね、食べ物がこう入ってね嬉しい感じでございます。レベル上がったな。こっちって何かないのかな。シマシマキャット1匹か。あ、にゃーって言った今。あ、ごめんね、なんかにゃーって言っただけなのに倒しちゃって。スキル早速柚月白が割り振れる。よし、まずは HP。 うん、ここ6ポイント20レベルになったか。あれ、もしかしてこれバトルマスターなれるんかな。まあいいや。うん、今ちょっと急いでるから行こう。これ以上街に戻ってもね、またこれ繰り返すだけだから、先にねどんどん進んでいきましょうか。さっき一回戻っちゃったしね。いやー、これ結構複雑だね。あのぐる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 回ってる感じみたいですね、フィールド的には。ん、なんだあれ、なんかあるぞ。飾りか、なんだこれ、刺さってるなこれ。まあいいか、行こう行こう。あ、ルーラーポイントかな、光ってるところがある。丈夫な枝、あ、この場所で手に入るんだ、丈夫な枝って。おいしょい、行けや。よいしょ、オッケー。さあ行くで。とりあえずあのルーラーポイントもね、早いとこ回収して、またここに来れるようにしようかな。あ、じゃあルーラーポイントがあるんだったら街戻ってもいいってことかな。どうしようかな、一回確認のためにね戻ってみようかな。あのバトルマスターになれるかどうかのこれ検証ね、攻略サイト通りに、ね、本当になるのか。でもバトルマスターになったらレベル1からだよね。またちょっとレベル上げ直さないといけないけど、よいしょっと。どうや、行ったか。まあ、バトルマスターになるのこの先終わってからでもいいのかな。霊峰霊源の入り口登録と。悩むなぁ、どうしようかなぁ。他に近くにアイテムないか。すぐそこだね。スキル特にないか。一回戻ろうか。うん、ルーラ、さあ、ルーラで戻りたいと思いますよ。あのバトルマスターになるためにはこちらの、主人公の戦士と、武闘家のレベルがレベル20以上必要って言ってたんだけど、それから調べたんですけど、ストーリーとクエストのね、とあるストーリーととあるクエストもちゃんとクリアしてないと、上級職にはなれないみたいです。うん、なので、今回ちょっとこうね戦士にまた戻してきましたけど、装備品とかって強いの装備してたかな。うん、まあいいか、これでいいや。うん、出た。早速入り口の方にね向かいたいと思う。痛い痛い、なんや、どこや入り口。え、この下じゃないよね。え、そこなんかびっくりマーク。あら、ここ、あら、ここなのかな。あ、こっちや、ここや、ここや。さあ、ここが霊峰霊源の入り口だね。ただこの岩の扉ががっちり閉まっててびくともしないな。もうこんなところにまた当選簿だなんて。ん、まあまあ、ここが入り口ならば必ず扉を開く方法があるはずです。落ち着いて扉をよく調べてみましょう。どれどれ、おや、扉の周りに何かが掘ってありますよ。ん、あ、本当だ、何かの文字みたいだけど、ちょっとこれは古代文字よ、授業で習ったじゃない。霊峰への道は三つの試練に打ち勝ちし者にのみ開かれるか。うん、試練を望むならばその手をかざせですって。ということはこの扉を開くには三つの試練を乗り越えないといけないのね。
なるほど。じゃあ早速その試練とやらを、挑戦してみようぜ。お、光ったね。これで試練が始まったってことかな。けど特に何かが起こる気配はないぜ。まあこの扉に書かれている模様、ここへ来る途中にあった、これは石柱かなに書かれていたものと似ていないか。確かにそうですね。もしかするとあの石柱が、扉を開くための試練と何か関係があるかもしれません。そうかもしれないね。ここにいても埒が明かなそうだし、一度戻って調べてみよう。なるほどね、柱が確かにあったな。こっちからぐるっと回っていけそうだな。別の方か。あ、そうだね、ぐるっと回っていこうか。こっち側かな。いや結構長いことさ、ヒーローズやってるとお腹空いてくるな。なんかおやつ買っとけばよかったな。おやつ、あ、でもおやつあった。あのフルーツの森があった。いや前にね、あのツイッターの方でもこう写真あげたんだけどね、フルーツの森、皆さんね、わかるかな、あの駄菓子屋さんとか行くと売ってるね、あの器も食べれるさ、なんか色とりどりのちっちゃいなんかお菓子の入った、食べ物をね、私最近ねよく食べるからつってアマゾンの方でね大量発注いたしました。その数ね、何個、100個ぐらいかな。あ、来た、見て見て、丸い印が扉と同じ色でチカチカしているよ。うわぁ、ほんとだ、前に通った時は何ともなかったのにな。おし、近づいてよく調べてみようぜ。待て、この石柱に接触すれば何かが起こるかもしれん。調べるならそれなりに覚悟を決めて臨むことだ。いや、なるほどね、そうそう、いや本当に大量にねフルーツの森を発注しましてね、毎日 1,2 個ぐらい食べております、さあ調べてみましょうか。不思議な印が輝いている。手をかざしますか。はい。お、手をかざした。ん、まばゆい光が放たれる。お、イエティやん、万人。とりあえず敵扱いというか、あのボス扱いか。あ、いた、行きます。凍ってしもた。あ、凍っちゃうんだ。凍っちゃう系の敵なんだね。しょ、凍っちゃいそう。いた、ライデイン当たったかな。微妙そうだな。とりあえずお気に入りのこれマーニャで、うわーっと、これ当たった？あ、すごい当たったっぽい。すごい当たったっぽいが、どうだろう。もう一回剣の前で。あー、凍っちゃいそう。凍っちゃった。お前も凍れや。なかなか凍らんな。やば、あぶね。あんまりガードしないからな。しっかりガードしてかんとな。またミネアにしたいな。よし、いけミネア、ぶっちぎるんや。なんでミネアがおすすめやないんや。それもね、根に持ってます、攻略サイトの方。あー、凍っちゃった。チェザール頑張れ。凍っちゃうわな、ガードしてないと凍っちゃうわな。いた、ちょっとベホマラーで回復していただけませんか。凍るよね、なんか正面にいるとね。いた、で、あ、ナイス、ベホマラ唱えようとしとったんや。あ、危ない、凍るよ、また危ない危ない。あ、そうだ、よく忘れる。ターゲットにしとくの忘れるわ。これいけ、いけるで。からの剣の前、地味に削ったっぽいな。よいしょ、剣の前。あー、凍っちゃうかも、やばいな。あ、いた、あ、よかった、ありがとうベホマラ。
唱えようとしとったんや。今ちょうどまたこれ、悪魔のカード。よし、守備力を下げてからの、これどうや煉獄斬り引いてないっぽい。いけや、もうちょっと、やっぱりマーニャで決めたい。よし、オッケー。ん、魔物をやっつけてやったぞ。あ、石柱の丸い印がさっきまでチカチカしてたけど、あの魔物を倒したら青く光ったままになったの。扉と連動した仕掛けが発動したんだろう。多分今みたいに現れた魔物を倒すのが試練ってことなんじゃないかい。ということはこの試練をあと2回乗り越えればあの扉が開くってことね。よし、じゃあ早速次の石柱を、探しに行こうぜ。手をかざしますか。はい、さあ、次はどんなの。あ、やっぱり動く石像の凍ったバージョンだな。一匹だけなんだ。なんかもっと動く氷像になってる。もっとね、なんかいっぱい来るかなと思って。いた、危ね、あの野郎普通に突っ込んできてた。あー、凍っちゃった。ベホマラ、危ない危ない。うちの大事なマーニョが傷ついちゃった。そうだ、動く石像って前に倒れてきたりして、なんか横にさ、横というか、ま、真後ろに倒れたりっていう攻撃がねあるから、こう危険って書いてあった。嘘だろ。いけ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 、回転演舞や。さすがに氷だからね、効くやろこれ。いけいけいけ、削ったら、いった、凍った。もうよくわかんない感じになるなこれ。よいしょ、いけ、待ってろ。いや、シェザール強っ。いかいかいか、やっつけろやっつけろ。凍った、凍ってる。マーニャ、間違えた、スルキの前じゃない。回転演武や、回転演武、行くぞ回転演武で。いないいないいない。いや楽しいね、これぐらいのボス戦だったら。まあまあ優しい方じゃないかな。あの戦争に比べたらね、特にあの戦争結構引きずってるから。行くぞ。あ、デフマラ、一応みんなを回復して、セザール行ったれやったれ。いけいいぞ、もうちょっと。どこ行った。あ、いつも忘れる、本当にターゲット機能いつも忘れる。なんか自動でターゲットとかしてくれればいいのにな。お、いやはや、またして魔物が出てきましたな。今回も魔物を倒したら石像の丸い印が青くなったわ。ふふん、二つ目の試練も楽勝だったわね。試練はいいんだけど、私は寒さの限界よ。暖を取りに一度ゼビオンに戻って。もう姉さんたら寒いのはわかるけど、今は急いで霊峰霊原に登らなきゃ。あと一回、もう頑張りましょうと。うん、そうね。あ、レベルアップ、キラーマシール。チェザールかな、チェザール7か。うん、ヨナズまでは15なんだよね。まあでもやっぱり、HP、上げておこうか。マーニャもね、足りないんだな、ポイントがちょっとだけ。あとは入り口付近にあったんだけど、ルーラで遺跡周辺か、こっちの方に戻ろうか。ルーラ、あ、ダメだ。そうか、今クエスト中だから。あ、頭上注意ってトロフィーあるよ。みんなこれ頭上注意言えないんだがね。頭上注意っていうさ、あ、そう、今クエスト受けてるからか。こんなところにあったんだな。よし、手をかざしますか。お願いします。わあ、最後はドラゴンなのかね。お、バンニ、
なんて名前のドラゴンだろう。キースドラゴン。キースドラゴンや。まずはね、防御力を下げようか。あ、テンション。ここではもう一回溜め直しなんだ。さあ、キースドラゴン。いた！尻尾痛えな、おい。なんてことしや、痛いな。あぶれ。なんてことしやがるの。あ、いた。こっちゃこっちゃ。ああ、凍っちゃったわ。言わんこっちゃない。悪魔のカード。ああ、凍った。いや、よう凍るね、ほんとに。わしは煉獄斬りや。あ、いた。ちょっと、ベフマラお願いします。うん、もう一回ぐらい唱えてもいいんじゃないか、ベフマラ。ベフマラお願いします。よし、行くで。うちのエースの、これ、マニアがね、やってくれるわい。うわ、横っ腹が凍ってる。よいしょっと。どうや？いや、強いなあ。あ、ターゲット、ターゲット。ターゲットしとく。凍ったと。行くべや。あ、大丈夫かな。やっと体力半分の1ぐらい減ってきたけど。剣の舞いけーからの回転演武。いや、微妙に当たってないっぽい。ここら辺か。よし、オッケー。あ、ひるんだひるんだ。今や、やったれや。回転演武。いけ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 。いや、さすが、ちょっと、よろけたな。デフォーマラーをそろそろ唱えていただきたい。デフォーマラーを唱えさせて。あ、やばい。おたけびが。おら、これでも食らいやがれ。燃えとけや。あちゃあちゃあちゃ、いいぞ。調子いいね。もう一回。ピヨっとけや。ピヨラン。HP が足りない。MP か。MP が足りない。よいしょ。うわ、凍った。チェザール。頑張るや、チェザール。ほんと、チェザールって読むと、なんか、チェザールって言いたくなっちゃうな。なんか、クマのキャラクターだったかな。くそ、誰が、お、使って倒しちゃおう、もう。お前なんかもうこれで。ドラゴラムや。よっしゃ、やったらいい。一気にプワーっとこれ。おし、ナイス。決まったか、本当に。ちょっと足りんかったようやな。いけ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 。いや、このヒット数素晴らしい。もう一回。よし、オッケー。やった、僕たちの勝ちだよ。おう、やってやったぜ。これで試練とやらは終わりのはずなんだよな。石柱の点滅も止まりましたし、霊源の入り口の扉まで戻ってみませんか。何かが起こっているかもしれません。そうね、行ってみましょう。はい、ということでね、ギズモが襲ってきた。そうやろ。これで入り口ルーラで飛べるかな。呪文使えない。あ、今戦闘状態だから。行くぞ。クソ、ギズモ相手してほしくて仕方がないようやな。だがしかし凍った。弱いな、口ほどにもないやつや。あ、ゆずきしろレベルアップしたな。あ、まだ戦闘状態か。これで大丈夫か。7か。HP あたりかな。ここだな。最大5か。10。うん、10上げよう。まだまだ弱いもんね。まあに、あ、ポイント足りないんだ。
ミネア、うん、こっちも足りないね。オッケー。ゆずきしろうの技がね、これが微妙なんだよな。どうしようかな。まっすぐ、うん、剣振り下ろす。あ、これいいかもな。まとわせて回転しながら。弱い技だけどな。いや、伊藤両断の方にしとこうか。うん、これでいいや。そしてルーラで、あ、いけるね。入り口まで飛びましょう。さ、ミネアさんがね、ルーラー唱えてくれました。とりあえずね、何の恨みもないしマシマキャットは倒しとく。弱っちいから。飛んでったな、派手に。さ、入り口はすぐそこだな。ここだ、ここだ。さ、皆様お待ちかね、次に進みたいと思います。見て、扉の丸い印が青く光ってる。俺たちが3つの試練を突破したことで扉の封印が解けたのだろう。おそらく今ならば扉は開くはずだ。お、ゆずきしろは扉に手をかざした。行けや。なんと扉が開いた。よかった、これでようやく霊源に登れるわね。ずいぶん時間がかかってしまったがな、急いで霊源の頂上を目指すぞ。さーてと、ここでバトルか。アイテムはどこに落ちてない。うん、さあ覚悟していこう。バトルステージ、霊峰霊源。ついに霊峰霊源へ通じる扉が開かれた。オレンカオが言っていた伝説の兵器はこの山の頂に眠っているという。伝説の兵器を手に入れるべく、雪の山道を進もう。はい、バトル開始。ん？山道が洞窟の中へ続いてるみてえだな。いきなり洞窟？雪が降ってこないだけマシだけど、いかにもヤバい魔物が潜んでいそうよね。どんな魔物がいようが関係ないさ、俺たちには時間がないんだ。ガンガン突き進もうぜ。お、なんだこりゃ、先に進めないじゃねえか。結界か、魔物の仕業だな。おそらく近くにいる魔物を片っ端からやっつければ消えるだろう。それより足元に気をつけろ。地面が凍りついて氷になっているぞ。滑りやすいってことか。オッケー、行くぞ。いやー、ツルツル滑るんだね。ほら、これや、これでも食らいやがれ。ほら爽快でございます。お、鋭い爪が手ね。ありがてえな。あ、シャドウがいるぞ。これあー、そっか、こう確かに滑るもん。ん？わー、結界の番人か。おー、結界の番人とやらがおるようですね。とりあえず明治モモンジャ変身系か。明治モモンジャの姿になる。遠くまで飛ばせる水の弾か。あー、なるほどね。まあ、とりあえずこれちょっと拾っとこう。なんか宝物とかないかな。特になーし。確かにすごいツルツル滑るな。まあまあ滑りやすいけど、滑らない床のところまで来て戦えばまあまあ問題ない感じかな。凍った。ゆずきしろにして一刀両断。あ、凍ったわ。よく凍るね。よいしょっと。はい、じゃあ得た。後ろから。あ、明治ももんじゃ。あ、ちょっとこれ取っとこう。遅う歩くの。百裂拳や。じゃあ爆裂拳。百裂拳はあれだよね、妖怪落ちのジバニャの技だね。百裂肉球って感じ。ニャって言うよね。あのジバニャの声かわいいよね。これは結構癒しだと思うんですけどね。皆さん妖怪ウォッチの方はしておりますでしょうか。なんかちょっと前に妖怪ウォッチのあれ見たんだよね、あの第1話。
うん、あれ第1話だったかな、チバニャンと出会う回のやつは、なんか無料でこう見れるかなんか、友達ん家にあったんだったかな、見ておりました、妖怪ウォッチね。あとあれだよね、あの絵本とか本屋さんとか行って絵本コーナーの前とか意外と妖怪ウォッチのねアニメが流れてたりしますけど、お、OK、とりあえず結界が消え去ったから先に進めるの。わあ、次すごいいっぱいいるよ。ジャンプして進めばいいんじゃないか、こうやって。ん、あら、落ちるんだ。落ちないように慎重に進みましょう。もうこれ絶対罠やな、これ、うん、ってことは逆に敵を落としちゃえば楽に戦えるってわけね。あー、なるほどね。ほらよ、でも落とすと経験値もらえるかわかんないからな。もうこれやっつけちゃう。いや、落ちる、あぶれ、滑る。あ、またモモンジャビ。モモンジャビ微妙だな、なんかあんまり使えない感じがする。よいしょっと。あ、シャドウのモンスターコイン。しばらくの間呼び出したものの背後にとどまり氷の呪文で、あ、これいいや、アシストタイプ、うん、